第2戦の重要性っていうのはいかがですか？そうですね、昨日でね、第1戦が終わって勝敗がついてね、勝ちと負けというチームが出て、この第2戦なんですけど、やはりこの第2戦というのはですね、明日がね、移動日、休養日ということで試合がないということで、とにかくこの第2戦というのが必ず大事な試合になってくると思いますし、昨日もね、言わせていただいたんですけど、阪神さんはね、勝ったら2連勝でね、オリックスさんはね、勝ったら1勝1敗にタイに持ち込めるっていう、本当にこの第2戦というのは大事な試合で、この後のね、第4戦、3戦以降のシリーズを重要となってくるね、2戦かなと思っています。だったんですけど、その時のこととかって覚えていらっしゃいますか？いや、今でもね、ペイペイドームでね、大竹投手から、ツーボールからね、内寄りのシュートボールをセンターバックスクリーンに打ってね、ホームラン打って一塁回ってね、すごくガッツポーズ、ジャンプしながらガッツポーズしたので今でも覚えてますし、やっぱり昨日ね、阪神がチーム一丸となって、ね、みんないい形で勝ったんですけど、まあ、オリックスさんもね、今日はみんな意地を見せてくれると思うんで、本当に注目したいのはですね、セ・リーグの1位とパ・リーグの1位っていうところを、今回ね、真の、勝者はどっちか、王者はどっちかっていうのは注目していると思います。やっぱりこういう短期決戦とか日本シリーズっていうのは、昨日みたいにね、大味な試合にもなるかもしれないんですけど、まずはね、やっぱ投手を中心とした接戦になると思いますので、自分は西投手、宮城投手、両方ね、対戦がありますけど、両投手ともね、やっぱり素晴らしいのでね、そう簡単には攻略できないと思うんですけど、西投手、宮城投手もね、やっぱり日本シリーズという舞台なのでね、やっぱり気合入っていると思うんで、そういうね、ピッチングをね、見て注目したいかなと思います。本当に日本シリーズね、昨日1試合目始まって、いい選手と悪い選手って結局結果がね、出るんですけど、やっぱりそうではなくてね、チームが勝つか負けるかっていうところなので、ね、数字が出ない選手でもね、大事な場面とかどこで打つかが大事になっていくのが日本シリーズだと思いますし、調子がいい悪い関係なしにチームがね、勝てば報われますので、自分もね、7度こう日本一にならせていただいたんですけど、決してね、いい試合の時もなかった、いいね、結果が出なかった日本シリーズもあったんですけど、チームが勝って報われた、喜んだというのもありますので、とにかくね、両チームのみんなね、チーム一丸となってやってほしいかなと思います。この前までね、現役の選手としてユニフォームを着させてもらったので、選手のね、考えていることであったりとか、今の野球っていうのはね、一番分かってるんじゃないかなと思うんで、ホットなね、激アツな、解説だったりコメントをね、出せればいいかなと思いますし、そういうところをね、今日一試合ね、やっていけたらいいかなと思います。熱い解説を期待してよろしいでしょうか。はい、しっかりね、皆さんがね、楽しいとこ、分かりやすいっていうところをね、できればいいかなと思います。あざー